第10次野尻湖発掘は1987年3月25日から10日間行われましたが、3月31日はこの地方らしいかなりの雪になりました。野尻湖は長野県の北の端にあり、マダラオ、イイズナ、黒姫、妙高などの山々に囲まれた海抜654メートル、広さ約4平方キロメートル、深さ約38メートルに達する4万年以上の太古からの湖です。1984年7月1日にオープンした野尻湖博物館、ナウマンゾウ、大角鹿の化石をはじめ、旧石器時代の骨や石で作った道具、植物や昆虫の化石などが保管され展示されています。野尻湖発掘のきっかけとなったナウマンゾウの旧死の化石第1号、郷土の生い立ちを知ろうと調査を進めていた豊野荘団体研究グループでこの旧史が議論となり、まず掘ってみようということになりました。1961年野尻湖発掘の扉は開かれたのです。1962年3月の第一次発掘は参加者70名、ナウマンゾウの大腿骨が掘り出されました。第二次発掘では大角鹿の手のひらのような小状核の先端部が掘り出されました。第三次発掘では石器を作るときに出た破片が見つかりました。動物の化石と一緒に出た人工の遺物としては日本で初めてのものです。第4次発掘でナウマンゾウの首の骨が見つかり、同時に肋骨の産卵状況が掘り出されました。その後8年間は発掘の成果の研究と合わせて展示会が開かれ、新聞や教科書にも取り上げられました。1973年第5次発掘、月と星と命名されたナウマンゾウの牙と大角鹿の小状核、人が作ったと思われる道具類も見つかり、いよいよ野尻湖人の存在が身近に感じられるようになりました。第6次では参加者3652人、出土品 11,154 点、これは造形を加工したものでしょうか。6次発掘の後、全国各地に野尻湖友の会が生まれ、その後の発掘の中心となっていきました。野尻湖人の生活の跡を求めて第1回の陸上発掘が行われました。人が切断したと思われる小状核、第7次の出土品。第8次発掘、動物の解体場でしょうか。中央にナウマンゾウの潰れた頭骨、真ん中は動物の顔を剥ぐのに使ったと思われる日本最古の骨製の道具、人間の手で砕かれた動物の骨、
第九次発掘の出土品。第十次発掘は第一次発掘からちょうど25年目にあたります。1987年1月17日、野尻湖発掘調査団は発掘を成功させるために地元信濃町の皆さんと合同の実行委員会を開きました。その席で第9次と第4回陸上発掘の出土品の管理を信濃町に移管しました。各地で友の会ごとに学習会を開いて発掘に備えます。東京の武蔵野友の会の学習会。旧石材遺跡が発掘される場所というのは東京地方で言えば山手大地の上の方である。土の状態はいわゆる関東ローム層、もともとそこに骨とか木とかが残っていても土そのものが酸性の土壌で本来あったものも溶けてなくなってしまうと。ところが野尻湖の場合には、水性堆積ということでそういったいろいろなものが非常にいい状態で残っている。発掘の参加希望者は所属する友の会に申し込み、その数2180名に達しました。すべての参加者が平等の立場でそれぞれの役割を分担し、発掘を成功させるために編成会議が開かれます。編成会議のメンバーは調査団の事務局員と各地の友の会の代表者たちです。編成が終わると参加者全員の一人一人に当てて、あなたの発掘グリッド、あなたの役割、あなたの班、班長さんは誰々など細かく知らされます。こうして発掘の体制が作られていきます。発掘が迫ると班長記載係を中心とした学習会が開かれ、地質、人類考古、哺乳類など専門家から参加者に対して講義が行われます。野尻湖の発掘の一つの特徴はですね、土足発掘である。で、一つはですね、まず事実を集めておくこと。その中には、こう思うとか思うとかいうことはなくて、どこどこの層から何々が出たというふうな、そういうことですね。その次にですね、類推をしていく。あるものが出たからこうではないか、噴石が出たから噴をした動物がいたんじゃないかという類推の上に立ってですね、次のその予測というものが出てくるわけですね。各専門班から出された目標が検討され、発掘の方針がみんなのものになっていきます。発掘も間近、各地で友の会の結団式が行われます。東京では5つの友の会が合同して開かれました。発掘する時の掘り方や装備についても先輩から詳しいアドバイスがありました。北関東は群馬歴史博物館で結団式。
毎週金曜日は野尻湖の日、事務局会議が開かれます。今日で588回目。この事務局は全国の友の会を結ぶ日常的な仕事を一手に引き受けています。先発隊が発掘現場に入りました。まずグリッドの杭打ち。資材を積んだ大型トラックが到着。グリッドの配置図も立てられます。続々やってくる参加者。運営委員会の方針を伝える朝の打ち合わせ会。冬になると発電のために野尻湖の水が使われ水位が下がります。発掘はこの干上がった湖底で行われます。いよいよ発掘開始。地元の人も参加してのくわ入れ式。今回の発掘でも前回埋め戻したグリッドと新しく掘るグリッドがあります。
新しいグリッドの方では早くも大物が次々と掘り出されました。発見者は大喜び。野尻湖新聞の記者たちは大忙し。発掘された遺物を丁寧にスケッチする記載係。発掘されたものを獅子寮整理窓口へ持っていきます。野尻湖新聞社少年少女版の編集室。日刊の野尻湖新聞社編集室。毎朝すり出される新聞は3000部。すり上がった新聞は地元係が早朝300件の家々に配達していきます。現場には毎日たくさんの見学者が訪れます。普及係が丁寧に発掘の模様を説明します。試掘口の額にラベルが貼ってありますね、あれは昔のかつての野尻湖にたまった地層なんです、でこちらの面がだいたい平らに皆さんこういうふうなあの草掛け窯で掘ってますけどね、で、あの試掘口の壁を見ながら今自分はどこを掘ってるのかっていうのをこう確かめながらね見てるわけです。で、例えばあの黒い筋がありますね。あそこはだいたい2万5000年、3万年ぐらい前の地層なんですね。ああ、なるほど。で、その下はあの、なんかあの砂っぽい、あれはもう4万年とか、ずいぶん古い地層なんです。で、発掘はその1枚1枚剥いでいくっていうような進み方をするんです。で、何かもし出てきたということになりますと、あの向こう側になんか竹串で刺してるのがありますね。あそこ多分なんかあの化石かなんかが出たと思うんですけどね、ああいうものが出ますと専門グループというのが ありまして、例えば哺乳類の化石が出れば哺乳類班とか、あと植物の化石が出れば植物班と、精魂の化石が、精魂って昔の生き物の足跡ですかね、そういうものが出れば精魂班ですとか、そういった専門の人がまたそこできちんと発掘するわけですね、
ナウマンゾウの足の骨。ナウマンゾウの椎骨。親子三代の参加者、第一次から参加しているおじいちゃんとそのお孫さん、娘さんとご主人。今日のおやつは地元の婦人たちが腕を振るっての自慢の笹寿司です。医療室も設けられていますが、幸いお客は少ない模様。この人が初めてナウマンゾウの旧址を見つけた加藤松之助さん。かれこれ40年、加藤さんがその旧址を不思議に思わず小学校の校長先生に持っていかなかったら、この世界的な野尻湖発掘は生まれなかったか、今日のように早く世に出なかったかもしれません。グリッドに湧き出る水を処理する通称ポンプ穴。ここでは地質調査のために5メートルも掘り下げ、5万年前の地層にまで達しました。おかげで化石の出てくる地層はどこまでかも明らかになりました。明け方、気温が下がって排水ポンプが凍りついたら、グリッドが水浸しになって大変。排水班は毎朝暗いうちからポンプの状態を見て回ります。3月29日、今度の発掘で最も重要な遺物が出ました。短くはないと浅かったですけど、かなり奥まで入ってしっかりここ全部そうですからね。こっちの警察と同じような、ね、この歯がここが歯になってます、ね、完全にね、やはりチューブの位置の砂の中に入ってますね。青木毛と偽の実の間の砂があるんですよね。その砂の中に完全に入ってますから、ナタのようなこの道具は2万7000年から8000年ほど前の地層で、この国旗を作った時の骨のかけらと一緒に見つかりました。この近くの同じ地層からは、獲物を料理した解体場の跡と思われる証拠もたくさん見つかっており、野尻湖人たちの活動の様子が目に浮かびます。世界的にも貴重なものです。毎日昼休みに開かれる発掘広場の質問コーナー。質問なんですけど、今度6年で歴史を習うんですけど、それで日本のあけぼのっていうのは2000年ぐらい前になってるんですけど、本当は野尻湖じゃないんですか？その通りです。小学校の教科書に日本のあけぼので2000年とか3000年、それ前は出てないわけね。野尻湖はもう道具もね、ナウマンゾウの骨で作った槍が出てますよね。それが一番古いところで4万年ぐらい。あと日本全国でね、3万年、2万年、1万年ぐらいまでの遺跡は3000箇所もあるんです。日本のあけぼのとして2000年、3000年しか出してないっていう。
雪で真っ白になった妙高山。いよいよ第十次発掘も終わりに近づきました。野尻湖小学校の体育館では参加者全員で恒例の大コンパ。あまりいいことになりませんでしたけれども、ご苦労様でした。最後の後片付けを終えた人たちは、埋め戻したグリッドの上で3年後の第11次発掘での再会を誓い合いました。埼玉野尻湖友の会は第10次発掘の成果の学習会を開き、石器作りに挑戦することにしました。島模様が見えますね。これがリングって言われてるやつですね。それからもう一つ、リングにですね、直角というか放射状にこういう筋が見えるのが分かるかな。調査団では早速カンノキの崖で地質調査。これは石器を作った時の破片です。調査はさらに伝九郎用水沿いにも進みます。野尻湖から流れてくる池尻川という川で、この周りが低地になってますけど、これは今から1万年ぐらい前には湖だったところなんです。野尻湖の一部分だったんですよね。向こうにあの畑が見えますけど、あそこも人の住んでいた遺跡です。陸上の発掘で掘ったところなんですけど、旧石器時代の石器が見つかっています。このようにこの低地の周りには約20カ所の遺跡が見つかっています。ここは中町遺跡といって、陸上の発掘では最初からずっと調査されているところです。
おおよそ2万年ぐらい前から人が住んでいたという証拠があるんですよね。で、野尻湖では象を狩りしてたわけなんですけど、その頃の人々が住んでいた場所がどこにあるかというのは今一番大きな謎になっています。そういったその頃の人たちのキャンプ地を見つけることがこれからの発掘の大きなテーマになっていくんじゃないでしょうかね。野尻湖、湖畔の緑の中に集落が見える。発掘は遥か遠い太古の時代にもここに人間が生活していたことを教えてくれました。引き継ぎ引き継がれて今私たちが